われた一人の捕虜を回収するんだ。仲間からマラクと呼ばれる捕虜だ。まずはターゲットの写真を端末で確認してくれ。マラクはソ連軍に出され、ラマーハーテ宮殿の廃墟に捕らえられた。その後、彼の故郷は爆撃で消え失せたらしい。彼の家族も一緒に。ソ連軍の焦土作戦だ。依頼してきたのはターゲットの父親。いや、正確には父親の遺言だ。なお、他の捕虜を回収できれば報酬は上積みされる。他の捕虜をどうするかはあんたの胸に聞いてくれ。どうかお気をつけて。回収する。了解だ。A landing zone. Support helicopter requested. This is not for real. This is not for real. This is not for real. Smart plan. Smart plan. Enemy plane detected. The map has been updated. Charge one. Extraction. The landing zone. Landing zone. Landing zone.こちら B 号のランニングゾーンに到着。待機する。どこにいたっけ？スポーツヘリコプター、アズマネット。ああ、僕は最初のスパッキー。こっちに来て、無事。まだ3つのワッパーズです。スポーツヘリコプター、アズマネット。スパーズ、マラック。
Extraction arrived at Mother Base. すごい。ミッション完了。ボス、あんたは最高だ。あんた何なんだ。ボス、回収したターゲットマラクは依頼主に心当たりがないと言っている。しかもマラクが捕虜となる前に彼の故郷はすでに全滅していたらしい。村は原因不明の病気に侵され、さらには丸ごと焼き払われた。戦いに出ていたマラクの他に生き残りはいなかったんだ。だとしたら依頼主は誰だったんだ。焼け落ちた故郷に戻ったマラクは所属のわからない兵士を見たと。サイファーの実動部隊 XOF だ。おそらく奴らはソ連よりも先にマラクを尋問したかった、あるいはこの目撃者の口を封じたかった。だから表沙汰にならないように俺たちを使って故郷の肉親を装いマラクを回収させたんだ。突如集団が死滅するというのもハミド隊のハニービーの件と符合する。ボス、依頼主がサイファーならターゲットを渡すわけにはいかない。そこでマラクはマザーベースに回収した。もう俺たちの仲間だ。依頼主にはカットアウトを通じてターゲットは死亡と伝えたが、にもかかわらず報酬は契約通り支払われていた。サイファーにとっては何か巨大な計画の後片付けの一つだったのか。だがマラクは失った故郷の家族たちの報復を望んでいる。その仇は俺たちと同じだ。Select unit.Select unit. Staff dismissed.